こんにちは、今日は強風でなんか台風の前のなんか強風ですごいことになってるんですけど、村山市のシェアなんだっけ忘れあちょっと後でやってくださいね。キワさんの中で月火営業しているスペイン料理のお店に食べに来ました。でこちらのお店は以前の YouTube で朝日町にあるアットラウンジで撮影させていただいた時 のスペイン料理 の大場さんがなさってるお店が入っています。やったスペイン料理行ってきます。どうしよう、私でもこれもすごい好きなんだけど、でもプレートの方があれかな、そしたらリゾーニー、リゾットね、リゾーニーってなってるんだけど、そう、リゾット。今なんかツイッターとかにちょっとあげるかもと思ってメニュー写真撮らせてもらってた。なんかいつもこれ撮るの忘れてっちゃって何をいくらで食べたのか全然覚えてなくてその時さ、すごい美味しいと思って食べちゃうからそうはい、OK、今日撮りました、はい、こういうお食事のね、リゾットとかこういうランチプレートとかも美味しいんだけど、こういうトーストとか、結構このスパニッシュエッグトーストとかもすごいおすすめで、なんかちょっと小腹空いた時とかに、なんて言うんだろう、スペイン料理なんだけど、やっぱりこう、おばさんのね、とするお味がね、ほんと最高です。ぜひ。あと、後ろの方にね、隠れたおすすめ。ノンアルワインの発泡おすすめ。あ、いや、赤白も美味しいんだけど、発泡のおすすめ。うん、あ、グラスで欲しくないのかな。確認します。そう、私マルシェでいただいてて、マルシェでもノンアルの前にねいるんだけど、お酒飲めないね、そういうのってやっぱりなかなか楽しめなかったりするから、なんかお酒飲む人からするともしかしてなんかノンアルなんてとかって思うかもしれないんだけど、やっぱりいろんなね事情でお酒ってアルコールを取っちゃいけない人ってやっぱりいると思うので、なんかノンアルのお酒のね味は好きだけどアルコールが取れないっていう場合にやっぱりノンアルはねいいんだよね。やっぱノンアル増えてきていいよね最近ね。で本当に最近おすすめなのは、私本当ノンアルのビールにトマトジュースと割って、もうレッドアイ、もうほとんど変わんないから、もう、ほぼレッドアイ、酔わないだけ、ね、味はねもう分かんない気がする、まあ、本物のねレッドアイとこう飲み比べちゃったら違うと思うんだけど、もうほぼレッドアイ、大道芸人のねうまいさんっていう方がいるんですけど、その方に美味しいノンアル、ドイツのノンアルを教えてもらって、それちょっとハマって、美味しいかどうかも分かんないのに、きっとうまいさんが言ってるから美味しいと思ってうまいさんが言ってるからねうまいさんが言ってるからねアマゾンでビールですか、ケースで買った、そうその辺で売ってるか分からないから、そうアマゾンで売ってるって言われたから、アマゾンでもうケースでもって買っちゃって美味しかった。なるほどね。そのノンアルのはドイツビールが何かってちょっと私は詳しくないから分からないけど、ノンアルのそのビールは割とフルーティーで、結構炭酸もそんなに強くなくて、なんか飲みやすい、本当に
でも飲みやすいんだけど、別に味が薄いとかじゃなくて、うん、爽やかで、変なこう、なんていうのかな、薬臭いさがないの。あのノンアルでたまにあるでしょ、なんかちょっと薬っぽいような、こう、なんかこう、うん、なんだろうね、アルコール風を出してるのかわからないんだけど、っていうのが全然なくって、うん、でもやっぱジュースとは違うから、うん、フルーティーかなって思って、私は。ありがとうございます。もうスプーン持ってるけどいただきます。あ、こっち向いちゃった。おいしい、うん、おいしいよ、ほんと。ボルチーニ、美味しいよね。ボルチーニだけって言うんですか。ボルチーニだけ、これね、この味わいがさ、うんうん、いいの。チーニだけって美味しいんだよね。本当美味しいんだよ、これ、うん、あ、どうしちゃった。あ、リゾットのね、あのこのお米のなんか苦いっていうか、硬さがすごい絶妙に美味しいの、ね。あ、で、水曜日はスパイスカレーでさ、で、あと木金とかまた別のお店が入っているそうです、うん、試みとしても新しいですね、そうやって曜日でこう回転的に、うん、前半中なんだよね、わかんない、うん、ごちそうさまでした。デザートです。デザートセットで、あの今日はバスクチーズケーキと、あ、We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack, pack.